はい、田中90です。今回はね、エイペックスレジェンズで、ライトアモン縛りをね、やっていきたいと思います。で、ライトアモンはね、まあ、多分ヘビーアモンに比べて弱いってね、認識してる方いっぱいいるんだけど、ぶっちゃけ個人的にはね、まあそんな弱くないですよってのをね、教えていきたいと思うんでね、この縛りで見せていけたらっていう感じですね。じゃあ早速やっていきましょう。どうぞ。初動からもライトアームしか使えないからね。だから敵がいた場合は、あれだよね。ライトアームがない場合も。あ、でも殴りは縛ってないから。殴りは縛ってないからね。もう相手がモザンビークを引くことを祈りつつ、やるしかないね。まあモザンビークだったらね、殴りで勝てる。ちょっと難しいな、この。とっさにピースキーパー、取っちゃいそうになるな。癖で。一応武器みたいなおもちゃは手に入れた P2020 っていう。このおもちゃすげえからな。ダメージも与えられる。来たー、ライトアモーの王様 R99。 あ、しかもやばい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 、申し訳ない、勝ちました。装備良すぎる。 R301 と R99 だよ。もう勝ったでしょこれ。そういうんだ。 P2020 って言ってる。耐震しながら動画撮ってんだけど、コメントでね、2020年もそうやってるよって。俺2020年のことね2020じゃなくて2020年って言ってる。これから2020っていうか、2020どうすんのって。俺2020旅行行くけどって。2020行かないのって。で、今日2020の1月でしょって。うわー、モザンビークとか見ちゃった。こうだ、これ見ない方がいいよ。これライトアモ縛りね、意外にぬるい説っていうかね、ライトアモってね、バカにされがちだけど、いや、バカにされてない。一番バカにされてんのエネルギーアモか。あ、ぶっちゃけ R99 がマジで強いかな。うわー、来たこいつ、極悪ウィングマン。こいつのせいで G7 スカウトがな、食われてんだよな。なんかあれだな、ライトアモ縛りっていうとウィングマン目につくな。ルーティックティア。え、それルートテックっていうの、そいつ。初めて知った、お前の本名。ルートティックっていうの、お前。こいつのこと、マジか。そういう名前だったんだ、お前。ずっと俺クソロボとかさ、呼吸物資ロボとかさ、言ってたわ。初めて知った。本名、そんな感じだったんだ。多分みんな知らなかった。これで増えたね、豆知識。田中球児の動画、 APEX の豆知識知れていいな。これあれだね、受験で APEX の問題出た時答えられるね。ターボチャージャーつけるね。ライトアーモの武器多分ないよな。エネルギーアーモだけっしょ。やばい、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 強っ。普通に勝ってるけど、普通に勝ってる。奥にいんだな、ベスパか。こっちが行ったらきついけど、後ろから来たしね。来てる来てる、やっぱ来てる。の読み一級品じゃなかった今。あっ、カスに撃たれてる。やっぱりいた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 いる。オッケー、助けて。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。死に一歩手前です。なんで死に一歩手前でアルティメットなんて飲んでんだよ、バカ。普通に戦えてるところが優勢まである。オッケー、ボロボロ投げる、くれないいけるか。
一人やん。ナイス、これ強えなー。来てる、臭い。後ろ来てる、後ろ来てる、後ろ来てる、後ろ、後ろ、後ろ来てる。挟まれて、挟まれて。これやべえな。なんだこのクソみたいな戦況は。やばすぎるだろこれ。待って、もう戦わせるしかない。これやばすぎる、さすがに。ちょっと待って、ほら臭いな。やばい、なんでこれ。ごめん、今から行く、ごめん。これ、オッケーオッケー、ナイス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 。これはこれはひどい。これオッケー。ちょっとひどいね。これちょっとひどいね、これ。これ、俺たち3分隊 VS1 分隊って感じだったよね、完全に。いや、次戦に続く。おー、やっと武器来た来た、嬉しい。いるんじゃね、ここらへん。湿地のやつらが、いる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 、います。今、ナウ戦いに来てる。よくローぜ、これ。これ待ってるよ。あそこ。オッケー。結構きついぞ、相手が。ったらん、いたよ今。いる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 、あいついいぞ、あいつめっちゃいいもん。ボロボロ、終わり。強いな、ライターも。本当に弱かねえわよ。こいつもこいつもウィングマン取りやがってよ。こいつらウィングマン、ウィングマン取ってるからねえな。お、この人だけライターも取ってる。ちゃんと偉い、ちゃんと武器持ってる。角間がないから結構控えめに立ち回った方がいいね。マジ強っ。技行く、ここ。早いね。もう12になる。4部隊か。ちょっと早いね。もう、3部隊。早くね。いるわ、普通に。逃げる。ワイプするわ。マジ大丈夫。どこだ。オッケー。やべ、エムある。ナイス、蘇生するわ。いや、俺いいよ、蘇生するから。ん？もっと聞こえた？いる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 。ラストそこ。これやばいね。行くわ俺、申し訳ないけど。行ってる。フラガードしてる。オッケー。
ウェイ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 。ハンドスキルすげえな。ナイス。これ勝てんじゃね？よとるわ。降りたのか。オッケー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 。寄せてる？オッケー。まあこんなもんだよな。今ちょっと黙ったけど、本当に弱くない。あのね、一部行かれてるウィングマンとスピットファイアのせいでごまかされてるけど、ライトアーモン自体の底力あるんだよね。でもね、まあ動画の途中で言った通り格差が激しいんだよ。ゴミもあるんで、多分そのせいでライトアーモンがね、まあ、弱いって認識あると思うんだけど、まあ全然そうでもなくてね、まあ、ぶっちゃけ SMG に至っては割とマジでショットガンより全然強いパターンあるし、じゃあ今回こんな感じで終えていきたいと思います。はい、ぜひね皆さんもライトアーモン武器を使ってください。じゃあ終わります。おつ。